どうも、トヤット澤です。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は姶良市で人気の食堂のうまいラーメンをご紹介します。最後までお楽しみください。九州自動車道姶良インターから車で10分くらいのところにあります姶良市蒲生町オークステイさんにお邪魔してます。こちらがオークステイさんのお品書きになります。ラーメンメニューやお子様メニュー、さらに定食などもあります。大きな唐揚げやちゃんぽんが美味しいという評判のオークステイさんですが、今回はやはりこちら豚骨ラーメンの波をオーダーしました。さあ、壁に貼ってあるオークステイさんのお得な情報や薩摩剣士隼人のポスターを見ながら、去年は富山監督にもご出演いただいたことを思い出しながら、ラーメンが来るのを待っていると、着丼です。白濁したスープから香ってくる豚骨のいい香り、いただきますということで、スープからいただいていきます。いや、このスープがうまいんです。濃厚であっさり、深みのあるコク、スープのベースは豚骨、のど越しもよくスルスルと飲めるスープ。豚骨から出てくる旨味がしっかり効きながらもあっさりして飲みやすいうまいスープです。そんなスープからリフトアップしてできた麺は中太のストレート麺です。すすっちゃいます。いや、この麺もうまいですよね。スクエア形状でつるっとした舌触り、もっちり感のあるうまい麺はスープとの相性もよく、しっかりスープを持ち上げて最後まで口まで運んでくれるうまい麺です。一気に虜になり、麺を持ち上げる箸の手が止まらない中、再度ここはもう一度スープを飲んでいき、オークステイさんのラーメンのスープうまいよなと再確認した後は、こちらのチャーシューをいただきます。一口目をパクリといただけば、このチャーシューもうまい。肉感のあるオーソドックスなタイプのチャーシューながらも、肉のうまみが生きてるうまいチャーシューでした。そしてゆで卵をしっかりスープに浸し、一口でパクリといただけば、豚骨スープとゆで卵のうまみはマッチしていて美味しかったです。そして箸でもやし、メンマ、きくらげなどを一緒にキャッチして口の中に放り込めば、麺のもっちり感と野菜などのシャキシャキ感のハーモニーが口の中で一緒に楽しめて美味しかったです。そんなオークステイさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。というわけで、最後まで美味しくいただけるうまい一杯、本日も会員完食です。うまみたっぷりの豚骨ベースのスープ、あっさり系でうまみたっぷり、この一杯でお腹いっぱいになるコスパのいいうまいラーメンでした。わっせうまかったです。ごちそうさまでした。